空港しか分かんないよね、トランジットみたいな。なんかいいよこれ。優しいからこれを入れてくれ。だから最初食べてね。お待たせいたしました。お万がいです。こちらセットのスープ。どうぞどうぞ食べて。うん。うまい。美味しい？うん、辛くて。こういうのあんまり食べたことないから。うん。面白いね。タイラーメン。静寂していくのよね、はい、周りは、うん、あすごいナンプラーが効いてる。これこれサラダじゃない？いや、普通のサラダ、うん、でパクチーが入ってるわけでもないし。あそうパクチーあり、うん、ここがうまい、うん、サラダ美味しいでしょ、うん、なんか俺パクチー大好きだから。そうよ。ミクもマリちゃんもダメだった。前コテンパ一緒に。うん。パクチーラーメン喜ぶ。ご飯もあって。刺身だし。辛いもん。全然これもこれは辛くないよ。俺が入れたのが辛いのかな。入れ？うん。うん？うん。ちょっと、引き継ぐの？これなんだっけ？なんだっけ？顔まんま。顔まんま。辛い？これは何？わかんない。肉みたいな。うまいか。うん。よかった。うん。でもこれがパクチーじゃないの？ほうれん草みたいな。
タイ料理、タイ料理だね。はい、いやもう鶏肉料理、これ鶏肉も。やっぱね、スクくらいあるとだってダメ、うん、結構アジア料理、アサミちゃんとかさ、ウニとか、うん、絶対無理だ、クセある。私もそこもすごく得意じゃないけどね、俺得意。タイご飯ね、だしになる、うん、汁なし麺とかのバーミーフォン、ラパオとか、あとあのサラダ、ヤムウセンが食べてる、食べて頼んでる、ヤムウセン春雨のサラダをちょっと、うん、結構ね、パルがね、いろいろあるの、うん、
届きそう。トムヤンクンとか行くわ。え、トムヤンクン？うん。スープだったよ、ほら。こっちのスープは。ラーメンもあるし。スープ行く。高いよ。1350円。トムヤンクンは世界三大スープだし。うん、しょうがない。こういうソースがほらないじゃない？うん。家だと。スパイス買ってまでさ、うん、これのため感じで買うのもなんか、辛っ。入れたでしょ、また、うん、追加でだから、うん、追加は入れてないから、いろいろ入れるの、可愛いな、入れるの。蓋取れちゃったのね。あ、そうだ、うん、赤ちゃんおとなしかったね。エビのなんか、ああいうのうまそう。ん？何？だからあったじゃん、エビチリみたいな。これエビのフリット、これかな、ほら、あれあれソフトしたらしくない、うん、4人ぐらいできたら、うん、これサーミンとかサラダとか、うん、生ハム巻きとか頼める。うん、ランチで頼んで、子供頼んでお腹いっぱいになるでしょ。うん、ゆっくり食べて。なんかお母さんだな、みんな。あ、そう、おしゃれして、うん、これ好きだからいいんじゃない、転がしとけるから、うん、こういうとこより、うん、個室みたいなやつでいいんじゃない、うん、綺麗でいいじゃん、うん、なんかあんまり椅子にくるよってさ、ガチャガチャしてたりするじゃない必要以上に、うん、飾り物とかさ、ペチっぽい会社でもないじゃん、よくないじゃん、うん、ね、夜はあるかもしれないけど、うん、鶏も柔らかいよ、うん、うん、辛いにしてもさ、ここに入れるんだもんね。え、あるよ、マサシさん。